時がコミケの時だったりとかしたんだけど、あの時なんか写真集のさ告知とかもいろいろあったから、なんかコミケのやつをさなんかいっぱい告知するわけにはいかなくて、そうするとなんかその時告知で使えなかった分の画像がめっちゃ余っててもったいないじゃん。しかも金髪じゃないから、なんかちょっと後で出すとなんかこれいつの写真ですかってなると思うし、でしかもめっちゃ夏の画像だったから、夏のうちに出したかったからって思って、最近金髪のグラビア画像をめっちゃ上げてるから、だから金髪のイメージですよねまだ眠そう。めっちゃ眠いよ眠いってか、なんかもややんってしてるって感じ。まあ多分今もう一回寝ろって言われたら寝れるぐらい疲れてる。体力がね本当にないから、ちょっと仕事が、まあ、続いたりとか早起きが多かったりとかするとね、もう本当疲れちゃうんだよね。はいということで、昨日は帰ってから風呂キャンセル界隈になりましてっていうか床で寝てたら朝になっててやばいってなって、でももう眠すぎて、もう一回もうそのままもう床で寝て、で10時ぐらいに起きて、多分9時、うん、10時ぐらいか、10時ぐらいに起きてお風呂入って朝ごはんを食べて、なんか最近配信やってなかったから配信やろうかなと思ってつけたっていう今ここです風邪ひいてます？風邪はひいてないんだけど、なんか私定期的に喉がガラガラになることがあるんですよ。でガラガラになるプラス地声が低いから、なんか今ちょっとなんか風邪ひいてるみたいな声になってるんですけど、風邪はひいてないです。でもガラガラになることがあるんですよねアニシテルソ、アニシテルソWhat are you doing now? Eat the breakfast. ご飯食べました。こんにちは。チチボゴシプンダ。お昼なおか。やっほーやっほー。インスタの金髪写真めっちゃ素敵すぎるんですけど。うん、ありがとう。めっちゃ嬉しいです。そう、いい写真ばっかりだからさ、みんなに見せたかったんよね。2週間前大阪、神戸、京都行ってきました。すごっ。私も行きたいな、特に京都。黒髪の金髪もかわいい。ありがとう。ウェソリガアンドゥリジあーソリソリあー声ソリ音あーなんつってんだろうな、なんで音がなんつってんだろうな、違うのみたいなこと聞いてるのかな。ねえ、半違う半ごう昆布ヘヨ。でも夜間多分部屋から何色にしても似合いそうですね。
いやでもね、そんなことないですよ。黒髪は結構似合わなくて、黒髪にすると肌がパリクソにくすむんですよだから黒髪は似合わなくて、デビュー初期とあと一回なんか自分のパーソナルカラーを瞑想した時に一回やったぐらいでやってないですね写真集とても良かったです。うん、ありがとう、めっちゃ嬉しいです。何時に起きたんですか？9時ぐらいに1回目覚めて、でもずっと布団でゴロゴロしてて起き上がったのはもうついさっきぐらいですよワンちゃん元気ですか？元気です。かわいい、うん、かわいい。今下でねんねこしてますよいしょ大人ですが休日なので勉強しながら見てます。休日に勉強するって概念ある人半端ないな。素晴らしいです、はい、もしかしてワンコは今足元にいたりする？います。寝落ちするほどお疲れでしたか？うん、なんかもともとなんかさっきも言ったけど体力ないんですよ。体力が本当になくて、で結構予定が続くとすぐにもうなんかシッてなっちゃうタイプなんだけどなんか生誕祭15日にあって、でめっちゃ夜まで飲んでて、てか朝バーベキューイベントやって、そっからもうずっと夜まで、何時かな、9時ぐらいかな、もう覚えてないんだけど、遅い時間まで生誕イベントでなんか飲んでたから、もうそれで疲れちゃって、でその日もなんかね、いやでもその日は頑張ってお風呂入ったんだよね。頑張ってお風呂入って就寝したんだけど、もう16日の記憶がだからないんだよね。翌日の記憶が全然なくて、でも多分16日昼過ぎぐらいまで寝て、ででもなんか昨日だから17日になんかめっちゃもうほんと朝早すぎみたいな仕事があって、でそれのために早く寝ようと思って9時半ぐらいに寝に行ったんだけど、でも普段そんな早い時間に寝ないから全く寝つけなくて、でしかもそれプラス、まあ、私なんか早くあまりにも早起きの日とかだと早く起きなきゃっていうプレッシャーがあったりとかして全然寝れないのね、まあみたいなことがあって、まあ9時半ぐらいに寝入って12時ぐらいに遅刻する夢見て飛び起きて、最悪だよね、もうどんだけメンタル弱いんだよって感じなんだけど、まあそれで飛び起きて、でそっからまあでもちゃんと頑張って寝て、まあでもまあ小刻みにはちょっと起きちゃってたけど、まあ頑張って寝て、でまあ4時半ぐらいに起きて、で支度してってやってて、でそれをさもうやったらさ1日間が空いてもやっぱ全然疲れ取れてなくて、はい、あの昨日ね、はい、あの床で寝落ちしちゃいました本当にもうはい、すいませんって感じです。もう呪術廻戦も残り2話ですね。ね、もう終わっちゃうよでもなんか今もここでなんかあれあれこうだよねみたいな感じで呪術廻戦の本誌のこと言うと、なんか見てないのにネタバレって人がいるので、私も言わないし、あの知ってても絶対言わないでくださいね。なんかそれで責められるの謎に私だからということで皆さん言わないでくださいねヨウさんの動画見たような彼女にバレたらめっちゃ怒られました。動画にもよるよね。なんかグラビアの動画見てたらまあ怒る人は全然怒んじゃない普通にって思う。うん、だからまあそのお悩み相談系とかだったらまだマシかもだけど、まあグラビアは怒んじゃないかなさすがになのでなんか脇が甘いですよ。もう本当に見たい時はちゃんと隠れてみましょうね。本当に分からないところで見ましょうね。彼女さんがいるところとかなんかバレるところで見ちゃダメですよ。見たいならバレないように、まあでも本当に彼女さんのこと思うならまあ見ない、いや見てほしいけどね私は。まあでも彼女さんが優先ですよそこはYouTube の民度の低いコメントにズバズバ言ってた動画面白かったですあれね、なんかさ動画でも言ってたんですけど、まあおめでたい時にやる企画じゃないかもしれないけど、ああいう時じゃないとYouTube でアンチに反応するみたいな動画私今まで作ったことないんで、
まあそういう時じゃないとなんか反応するみたいなことがないので、なんか今回作ってみたんですけど、まあ面白かったなら良かったです。でもなんかそれにまたなんかついてたね、クソコメが。なんかなんだっけな、性格の悪さをなんか自覚してないみたいだねみたいな、嫌なコメントは無視すればいいだけ、なんだっけな、無視できない、なんか残念な性格だねみたいなことが書かれてたかな、うん、特大ブーメランって思ったよね。嫌なコメントを無視すればいいって思うんだったら、あなたも嫌な動画を無視すればいいじゃないですか。それにわざわざ、なんかあなたもコメント残してるっていうことは特大ブーメランって思ったし、しかもなんか性格悪いこと自覚してないみたいですねみたいな書かれてたけど、私は別に何回かさインスタライブで言ってるけど、自分を性格言い売りしたことないし、別に私普通に性格悪いと思ってるしね。性格悪いっていうか、なんだろうな、そらなんか万人に受けるような何でもかんでも黙って我慢しますよってタイプじゃないから、それそういう気の強めな人が苦手な人にはうわって思うだろうし、そもそも別に私はそんな優しくないんでね。で、まあ要するに別に性格言い売りしていた覚えはないので、なんか自覚がないんですねみたいに言われても、ちょっとなんか何を言ってるのかって感じだった。特大ブーメランすぎるし、なんかちょ何を言ってるのかって感じだったんで、クソコメにも入らないぐらいだったけど、まあやっぱそういう動画出すとね、反感を覚える人もいるので、あ、いたなっていう感じでした。黒髪に戻されたんですね。黒っていうか茶髪ですね。ちょっと黒めに入れたんですけど、だけどなんかやっぱりブリーチ毛だから落ちちゃうんですよね、と結構暗めに入れても。だからもうだいぶ落ちてます。めっちゃ茶髪になってる。好きなアニメは何ですか？星の数ほどあるよ。ハイキューとかも好きだし、残響のテロルとかナンバーシックスとか、まあでも結構ノイタミナ系好きですね。あとなんだっけな、魔女と、なんだっけな、なんか最近見た魔女とうんちゃらみたいなやつ面白かったな。なんか、忘れちゃった。まあそういうのが好きだった。あとタクトオーパスとか、まあ昔のアニメ系もめっちゃ好きだし、いっぱいありますよ。T シャツかわいい、ありがとう。カードキャプターさくら、結局引っ越してはないみたいだね。引っ越しっていうかもう一個家を作ったって感じなので、うちはこう実家犬もいるんでね、その子の面倒を見るためにいつももう一個の家の方にいるわけではないって感じですね。今日はお休みですか？お休みです。元気ですか？私からの時に大胸筋ピクピク見ていただき幸せでした。あれすごかったです。え、めっちゃ鍛えますねって言ったら、はいって言ってピクピクピクって大胸筋動いててすごいって思った。なんかそういうのができる人がいるのは知ってたけど、なんかいざ見るとなんか何とも言えん気持ちになったんです。すげえと思って。そこまで行くのにだってちゃんと鍛えないとなれないんじゃないですかね。だからすごかったです。風邪気味ですか？風邪気味ではないんですけどね、でも喉がガラガラになることが結構あります。僕韓国人です。あ、そうなんですね。ちょっとしかわかんないです、韓国語は。次染めるとしたらヘアカラー何色にするの？もうね、明るい色はもう入んないんで、まあやるとしてもやっぱ暖色系かな。暖色系、紫とか赤とかを入れる感じになるかな。でもなんかあれですよね、ハロウィン宿題付けの時の赤紫みたいな髪がすごい好評だったし可愛かったので、多分次のなんて言うんでしょうね、ハロウィン、ハロウィン撮影会の時とかにはあの色に戻したりとかしてると思います。いるもの、なる
シーヌン、ナルシーヌンって何？日本の何々はって聞いてる。花粉症もう来ました？え、まだ、え、まさかもう起きてんの？死ぬんだけど。やだ、写真集買いましたよ。え、ありがとうございます、感謝感謝韓国でイオさんの写真集を入手する方法を探っています。多分アマゾンとかで買えるんじゃないですかねと思っています台湾から韓国に行く飛行機に乗っているところですが、今ライブチャンネルを見ました。ライブで見るともっと綺麗ですね。え、本当ですか？めちゃくちゃすっぴんだからありがたいですよ。あとこれフィルターのおかげですねさすがにフィルターをつけています。うん、未だにテストに遅刻する夢見るからわかる。マジかよテストはやばいな。テストで遅刻したことはないけど、なんかまあ私そもそもそんなに遅刻しないタイプなんだけど、たまにねやらかしちゃうんですよ。でたまにやらかしてもまあ10分ぐらいの遅刻だったりとかまあするんだけどめっちゃ揺れるするんだけど、まあたまにやってもそんぐらいで、でもごくたまにね、ごくたまにすっごいハイパー遅刻しちゃう時があって、でもさそういうことをさやったことがあると一回でも、人ってこうなんか警戒して眠れなくなるじゃん。じゃんって言われてもあれか、眠れなくなるんですよ私は。だからもう全然眠れない遅刻する夢ってマジ心臓に悪いよね。見たくない夢1第1位かもしれん。おー、それだ、ほんまにそれな、ほんまにそれですジュース回線ネタバレはしない、するつもりはないよ。はい、しないようにしましょう。あ、フィルターが変わりました。これさ、たまにフィルター変わるんだけど、なんなの。まあいいけど、はいT シャツかわいいです、ありがとう。ようちゃんお酒強い？ノットお酒です、ノットお酒強いです。ほーほー、ノットお酒強いですよ本当に。もう全然強くない、もう弱いです。だから暗いなとか 4,5 本飲んだらもうあーってなるぐらいですね。もうグラビアの動画隠れて見てたんですけど、履歴見られて彼女言われました。履歴まで消しとけよ、脇が甘い脇が甘い履歴までちゃんと消しといてくださいまあね、まあ、バッド側はさ、まあでもどっから浮気と取るか彼女さんによるからな。まあ浮気と取れられたくないなら見ない。でも俺はそういう巨乳の女の動画見てても彼女一筋だよって自信があるんだったらまあ見てもいいんじゃないかなえ、見て、ほらフィルターもくっつかなくなりました。はい、これが真の姿です。クマとかめっちゃあって申し訳ないです。お見苦しい姿を見せていますジャース元気特大ブーム、いやいや悪いコメントするのが一番悪いでしょ。まあそうなんだよねまあ悪いコメントをなんかこうする、あ、なんか急にフィルターついたの、うん、なんか分からん分からん、まあ、で悪いコメントをさしてる人に対してなんか私もさ、なんか1から100まで我慢するタイプじゃないから、なんか反論したりとかこうしたりするとさ、なんか口が悪くて最悪みたいな、なんか論点ずらしのよくわからない批判したりとかする人いるけどさ、え、クソコメしなきゃよくないって思うから最初からそれなら、まあでもそういう人っていうのはまあ芸能人とかまあそういう
匿名相手にはサンドバッグにしてもいいみたいな、そういう基準があるんでしょうね。まあ知らんけど、そんなことを言われても私は嫌なので反抗し続けますがって感じですけどね。サラハンミダ、サラハンミダ、カブサンミダ。絶対性格悪くない。まあそうね。でも、うん、性格いいの、いいと悪いの境界ってそもそも分かんないよね。何をやったら性格がいいとされていて、何をやったら悪いとされてるのか。なんかそういう理不尽なことでも起こらないっていうのが性格がいいってことなのかなって私は思っちゃう。まあそれもそれでさ、まあ、認知の歪みなんかもしれないけど、でも私からするとなんかそういう風に言われてるように感じるから、え、無理、我慢していいこととかないから。それはだってさ、一応なんかそういうアンチに反応する動画みたいなやつとか出したりすると、全てのアンチにそうやって反応してるようになんか見えてしまう人がいるんだけど、でも動画でも言ってんだけど、だいたい9割ぐらいは普通にスルーしててさ、でたまに企画とかなんかまあ普通にイラってしたりとかしたタイミングで、その残りの1割ぐらいに若干反応するみたいな感じにしてるだけだけど、やっぱそれを見た人にとっては全てのアンチになんかいちいち反応している人みたいな感じの認識になってしまうみたいだから、だからそういうね、全部反応してるイコール性格が悪いみたいなあれなのかもしれないけど、まあ分かんないです。まあでもそう思いたいならそう思えばいいと思いますって感じ。イオちゃんの最近のおすすめのアニメはある？最近見た中で、最近つってもちょっと前だけど、最近見た中で面白かったのがダンジョン飯。あれは漫画原作読んでなくてアニメからだったんですけど、面白かったです。料理漫画とかアニメ系とか好きなんですよ。アルティストって漫画めっちゃ好きなんですけど、それも料理系だしとか、あと今見てるのは小市民っていうアニメがなんか面白くて好きです。なんか小市民の設定、なんか評価にめっちゃ似てるなと思ったんですよ。評価ってアニメあるんですけど、評価にめっちゃ似てんじゃんって思ったら、なんかその小市民って原作小説らしいんだけど、小説のその原作者の人が評価書いてる人だったらしくて、もうなんかでもだから評価好きな人は絶対好きだと思います。で小市民はなんか映像もめっちゃ綺麗だったんですよ。映像もなんかね、1話1話映画ぐらいなんかすごい作画も綺麗で、そういうところも見応えあるし話も面白いので、ダンジョン飯と小市民が私の中で最近のおすすめです。ヨウさん性格いいんですよ。素直で誠実で可愛いですありがとうございます。まあすごくいいわけじゃないけど、すごく悪いわけでもないと思う。配給映画見た？見たよ。面白かった。自分に合わなきゃ見ないだけのことなのにね。そうだから、なんかさっき言ったクソコメはスルーすればいいだけ、いちいち反応しないと気が済まないんだねみたいなコメントとかも、え、ブーメランすぎって思ってるので、まあ、特に何も傷ついてはないですね。いえぽよ、ハムサムイダ。犬やしゃ好きですか？犬やしゃ好きですよ。まあまあ、待ってね、じゃあコメント流れちゃったよ、ごめんね。いやごめんね。あ、オッケーオッケー、来た来た。ブリーチすると髪痛むけど、カラー変えるのが楽しくてやめらんないです。わかる、楽しいよね。私もさ、事務所がダメって言わなかったら多分まだハイトーンやってたと思うんだよね。ナンバーシックス僕も好きです。面白いよね。魔女と野獣、それだ、さすがです。さすがです。魔女と野獣です。金髪はもうしないのですか？しばらくはできないんじゃないですかね。もうこの暗い髪色入れて、そっからまた明るい色に戻すと髪が多分溶けるんでしばらくはできないと思いますね。でも一生しないってことはないじゃないですかね、多分。
ハイキュー誰推し？僕自分はミヤアツム好き。おお。私はでも主人公好きなんでやっぱ日向翔陽とか好きだと思います。あと縁の下力。え、昔縁の下力ガチオタでしたよ。縁の下力ガチ勢だったんでが好きですね。どこか出かける予定はありますか？ない。今2年前までは YouTube まで見ましたが、エンタメのリシュー数とレビューが凄まじいですね。そうかな、なんかもうめっちゃアニメとかサブカル系のコンテンツが好きで見まくってるっていう、ただそれだけなんですけどね。自分も胸筋動かせるよ。すげえ、今度見して。バーベキューのイベントやつはもう参りましたか？もう終わってる、もう終わってます。それを15日にやってた。あー、ナルシーは天気なんだ。あー、イルボの天気、天気。イルボのナルシーヌ、晴れってなんて言うんでしょう。晴れてる。晴れ、パンチャパンチャ、お日様がパンチャパンチャしてます。ありがとう、教えてくれて。T シャツのアニメのキャラクターは誰だ？カードキャプターさくらのさくらちゃんです。最近くしゃみやたら出るなって思ったら、ブタクサの季節でガクブルした。いや、でもあれかも、だから喉ガラガラなのかも。私もなんか数日前からね、ガラガラが治らなくなったんですよ。でもね、その風邪の症状とかも別になくて、だるいだったりとか熱とかはなくて、で鼻水もさっきは出てたけど、まあもう今出てないんだけど、特に出てなくて、喉だけがねなんかずっとガラガラしてたんですよ。え、もしかして花粉？無理すぎんだけど。もうこれだから秋嫌いなんだけど。だから夏しか勝たん状態なんですよね。例のプール楽しみですね。あそこを撮影会で使うとは、今時さんやりますねって感じですよ。電車の運転手さんとか遅刻できないからすごいよね。本当にすごいよね。もうだから、もうなんだろうな、まあ、得意な人ってこう一重に言うのはあれかもしれないけど、そうね、ちゃんと起きれる人っていうのはすごいですよね。写真集何度も見てます。ありがとうございます。いっぱい楽しんでほしかったのですごい嬉しいです。次の写真集なんか挑戦したいものってあります？ヌードとかやっちゃいます？セカンド目ヌード超早くね。ヌードって全部見せるってことでしょ。セカンドでヌードはまだ早いから、さすがに次あったとしてもそこまではやらないんじゃないかな、多分。ヌードはやらへんけど、まあでもファーストよりは頑張りたいなみたいな気持ちはまあありますね。台湾ファン写真集ゲットありがとうございます。シェイシェイ。今からお出かけします。行ってらっしゃいください。行ってらっしゃい、気をつけてね。あなたの身長は151センチです。アンチには徹底的に対抗するべき。まあね、なんかまあ対抗する価値もね、しょうもねみたいなアンチばっかりだからあれだけど、あ、たまにはね反応するよね。こっちも言われっぱなしのサンドバッグとして生きてないんで。って感じですね。彼女が一番だけど、ユウさんのグラビアは耐えられんのよ。それならちゃんと履歴も消してバレないようにちゃんと見てください。それならね。彼女さんが一番だったら、彼女さんが悲しまないように、でも自分の欲求もあるんだったら、ちゃんとバレないように頑張ってください。でも見てくれてありがとうございます。あー、確かに
アンチよりもファンのポジティブなコメントに反応する企画もありやと思うよ。ああ、いいですね。次それにしようかな。ね。なんか5万人記念はさ、まあみんな結構どうせ好きな人もおるやろうとか思ってそういう企画にしたけど、次はなんかね、私がいいと思ったポジティブなコメント、まあでもポジティブ系のコメントはいいと思ってるから厳選するのもちょっと難しいけど、まあだけどまあそういうのもありですよね。うん。性格の良さの基準は人によって違うのだと思いますよ。僕からすればイオさんは全然元気で性格がいいのだと思いますよ。ありがとうございます。まあそう私もそうだと思います。人によって違うと思う。だからさっき言ったみたいに嫌なこと言われてもニコニコしてるっていうところまでができて性格がいいって思う人もいるし、別にそういうのに我慢しないで言うところは言うっていうのがいいっていう人もいるだろうし、まあ人によって違うんで、まあだからそうっすね、まああなたが悪いと思うなら思うんじゃないですかって感じです。ただその悪いな、見たくないなって思うものに関してわざわざ見に来てわざわざコメントを残すのはハニャってなっちゃうって感じなだけなんですね。誕生飯わかる。え、なんか魔物を食ってるじゃないですか。なのになんかあのご飯を作ってる描写が美味しそうすぎて、なんか世界失格が王道を外しまくってるけど芯をついていて面白いです。ネットフリックスとかで見れますか？ディズニーのミッキーを求めてるのかもね。ミッキーは園内のゴミを拾ってみんなにクソキャグがいるとは言わないから。ヨリさんはミッキーとは違うってね。まあそうね、一応偶像的なところはあるけど完全な偶像ではないからね。私は神じゃないし。写真集買ってとても良かった。うん、ありがとうございます。ヨさんはブースではいつも神対応ありがとうございます。とんでもないです。来てくれるんでほんまにありがとうございます。髪色暗くしたんですね。しちゃったよ。はあ、いや本当はね、なんかさ、でも残さなかったんですけど、あのあれにはあのアーカイブには残さなかったんだけど、髪色クラックすんの嫌すぎたんだけど、仕事でどうしても暗くしなきゃいけなくて深夜に染めに行って深夜に帰ってきて、そのなんか染めたのが嫌だっていうのをなんかみんなに無言で訴えかけて慰めてもらったっていう配信をやったんですよ。染めたばっかりの時に何の配信やねんって感じなんですけど、だってめっちゃ嫌だったの本当に。暗くするのが嫌すぎてみんなにどうしても慰めてほしくて、あるぐらい暗くするのマジで嫌だったの。本当に嫌だった。今も嫌だよ。まあなんだけど、まあね、も分かってる。でもグラビアが好きな人たちにとっては暗髪の方がね需要があるっていうのはまあ理解してるんで、まあ仕方ないですね。めっちゃ嫌だったけど仕方ない。だけどまたいつかもうちょっと明るくしたいなって思ってます。ロン毛の男は嫌ですか？僕のアイコン自撮りでロン毛ですけど母上が見苦しいって言ってました。似合ってればいいんじゃない？って思います。似合ってればいいんじゃない、自分が好きならいいんじゃないって感じです。今日はお休みですか？お休みです。爆弾戦で力に惚れましたか？そう、日向バタバタしない、いいジャンプはっていうところが好きすぎてあそこ一生見てますね。あのカラスの代理首相いいじゃんみたいな、なんかあれあるじゃないですか、セリフあるじゃないですか。あの枠南線めっちゃいいよね。あ、待って、背景見たくなっちゃった。後でアニメで見よう。生誕祭楽しかったよ。シャンパンのようなサイン消えちゃったよ。ちゃんの記憶はあんまり覚えてないんですけど、覚えてない。だって昨日の仕事でその生誕に遊びにっていうか様子見に来てたマネージャーさんが来てたんですよ。なんだけどそのマネージャーさんと生誕で会ったこと思い出せなくて、なんか先日ぶりですって言われたんだけど、え、どこで会ったんだっけと思って本当に忘れてた。その時は全然思い出せなくて、え、最後どこの現場だったんでしたっけって言ったら、え、生誕に行ったじゃないですかって言われて、ってぐらい覚えてないです、ごめんなさい。何を言ってたかとかあんまり覚えてないです、ごめんなさい。でもそのサインもし消えちゃったって感じだったら、あの来年の生誕でも
あの近いうちにもし現場来ることがあったりとかもししたらサイン書きますんで、ごめんね、言ってください。15日やってたんだね、情報不足ですいません。あ、全然全然謝ることじゃないです。そう、15日にやってました。晴れ。あ、これダブルパッチもどっち読むんですか。まあ、まくったまくった晴れってまくったで合ってますか。晴れまくった。イルボンのナルシヌンまくった。高速道路で道路直してます。うわ、暑いのにお疲れ様です。今日暑いよね。まだしばらく暑いと思うので水分補給とか忘れずに頑張ってください。ジムって週何回通ってますか。撮影の時はどれくらい前から食事制限しますか。ジムは週に1回ぐらいですね。ただ、まあ、忙しかったりすると行けない日も全然あるんで、そういう時はお家でトレーニングしたりします。でもそんなにねトレーニングしない。あんまりガツガツやりすぎると私結構筋肉がすぐにちょっとつきやすい体質してるので、まあゴリゴリになってしまうんであんまりしないっていうのと、あと食事制限はしません、全く。なんだけど減らしたりとかはしないんだけど、その例えばウーバーイーツとかそういうのはしないんですよ。しないようにします。あの自炊するようにしてます。食べる量はそんなに変わらないんだけど自炊するようにしたいとか、ジュース飲まないようにしたいとか、そんぐらいはしますね。でもなんか食べる量を減らしたりとかカロリー計算したりとかそういうのはしない。です。エボーヤうん。僕は今年で13年も日本語独学してますので、すげー教えるのも上手です。発音の仕方とかいくらでも教えられますよね。なんないとおっしゃってください。いや、心強いですね。ハングルのコメントあっても耳で聞くのは最近若干わかるようになってきたんですけど、ハングルはねまだすぐに読めないんですよ。だからまだ単語とかもわかんなくて、最近勉強してるけどまだちょっと知らない単語が多いので助かります。ありがとうございます。マジで素晴らしい体がもっとトレーニングしてベストボディ出してほしいです。まあでもなんか悩みどころなんですよね。グラビアってあんまり筋肉ゴリゴリになったりとかすると、まあ、引かれちゃうんで、だからまあちょっと柔らかさを残すためにそこまでやってないっていうのもあるんだけど、でも最近は確かにもうちょっと鍛えようかなとは思ってるところなんですよ。まあだからちょっとはい頑張ろうかな。って思ってます。写真集見てしまいました。何見てしまいましたって何。いやでも見てくれてありがとうございます。グラビアアイドル飯っていう題材で何か作れそうですか。そんなに特化した特徴はないかしら。あ、でもこれはまだね確実に決めてないことなんで、まあ、別にオフレコって、いやまあ別にそんな大事なことじゃないんで、オフレコとかそういうなんか大層なこと言うあれじゃないんだけど、だけど毎週金曜日とかにこう自炊をし配信しようと思って YouTube で、でその内容が自炊してる様子と、あと食べながらなんかこうラジオ風にみんなからの質問に、事前に募集しといた質問に答えるみたいなやつを毎週金曜日とか、まあ行ける曜日でやったりとかするのを今ちょっと企画ってか考えてて、
授業終わったらそういうのやって、なんか花金でみんなでおしゃべりしようみたいなやつをやろうかなと、ちょっと今考えてます。髪色明るいのも撮影会とかではキラキラして映えそうな気がします。映えてたんだよ、めっちゃ映えてたんだよ。枠内線のセリフめっちゃ覚えてる、めっちゃ覚えてるよ。だから縁の下力ガチ勢だったんだって。本当に好きすぎてめっちゃ覚えてるよ。てか配球本当に好きすぎて、なんかセリフもめっちゃいいじゃないですか。だからなんかあとこう頑張んなきゃなって気にさせてくれる感じがするので、配球めっちゃ好きですよ私。髪色黒に戻したんだ。はい、まあ、黒ってか茶髪ですけど暗く戻しました。金髪になりたいんですね、いつかしましょう。黒髪もめちゃくちゃ素敵ですけど、まあね、黒髪もでも黒髪に戻した、黒髪ってか暗髪に戻した時に一番最初に思ったんが、やっぱ若返るね黒っていうか暗髪ってやっぱりなんか若返ります。なんか若干幼くなる感じしましたまあだから悪いことばっかりじゃないんだけど、まあやっぱねちょっと気に入ってたんで金髪、それをこう自分の意思じゃないところで、はい、こうやんなきゃいけないっていうのが、はい、辛いです。まるっったですけど、まの時に舌を下の歯につけて発音してみてください。まるままるったまるった難しいね。まるったイルボのイルボのまナルシシナルシヌン、イルボのナルシヌン、マルタ、マルタよ。お料、飲むお料。生誕祭とかでもらったプレゼントで良かったものは何かある？全部良かったよ。何がいいとかなかったです。全部嬉しかったです。特にとかもなかったです。全部嬉しいですでもこうなんかやっぱ皆さんが、私いつも何が欲しいってあんまり公表しないんで、多分こう皆さんの完全センスでも選んできて私にこうプレゼントしてくれるんですね。待った待った待った、うん、発音むずい。で持ってきてくれてるから、だからなんかその人の個性とかが出てて、すごいそういうのが面白くてすごい好きでした。お酒持ってきてくれる人もいるし、お花持ってきてくださる方もいるし、曲持ってきてくれる方もいたし、私が前にポソッとなんかツイッターでつぶやいてた、これ欲しいから買おうって言ってたやつをなんかさらっと持ってきてくださる方もいたし、なんか何でも本当に嬉しかったです。食事制限なしでこのスタイルを保ってるってすごいな普段もバランスいい食生活の予感。まあ自炊するようになるべくね心をかけてはいるんですけど、なんかでも私体質的にもともと食べてもそこまでそんなに太らないタイプなのね。そこまでいや、まあ太んないわけじゃないんだけど、そこまで太んないタイプっていう感じだから、ちょっと気をつけるだけで太らないことができるっていう、なんかお得な感じなんですよ。でもこの体質お父さんに似てるんだけど、お父さんもそれでクソ調子こいてたら、なんか30歳過ぎたらめちゃくちゃ太ったらしいから、私もその予感がしていますので気をつけようと思いますこのそんな無敵な体型っていうのは続かないんですね力と田中のすまんのやり取りが好き、何に対してすまんのか的な、あーあれね、すまんって何がだってやつでしょ、お前が無事で何よりですみたいなね、朝日さんが言ってくれるやつ。でもその後になんかチカラがなんかすまんってまた言っちゃって、田中になんかその意趣返しされるじゃないですか。そこのやり取りもなんか同級生の仲の良さみたいなのが伝わってめっちゃ好きです
自炊もぐもぐ配信いいですね。お食事同期なら一緒にご飯食べてる感もありそう。そうかなと思って、なんか私あんまね配信得意じゃなくて、配信をね続けてやることっていうのがめちゃくちゃ苦手なんですよ。だからできないんだけど、まあでもさ、なんか配信週1ぐらい頑張んなよって感じじゃん。みんなと交流するために私も思ってるんですよ、一応ね。だから、まあ、ちょっとやろうかなと思ってるので、もしやった時には遊びに来てください。ハイキューって漫画でも見てますか？漫画がもはや先です。漫画読んでてアニメ始まってアニメ見たみたいな感じです。よちゃんの金髪アニメキャラみたいで最高です。うわありがとう、マジ嬉しい。金髪にめちゃくちゃ未練ありそうですね。めっちゃあるよ。だって金髪ってなんか何にもしてないだけでなんかおしゃれになんか見えるんですよ、謎に。なんかまあ派手だからっていうのもあるし、何にもしてなくてもおしゃれに見えるし、黒いリボンとかつけたらめっちゃ映えて可愛いんですよ本当に。うーん、それができなくなるっていうのと、あとやっぱりめちゃくちゃいいなと思ったのが、金髪の時ってナンパ一回もされなかったんですよ。なんかこういうこと言うとなんか、ナンパ自慢とか言われてマジうざいやつが湧くんだけど、でももうナンパって何の自慢にもならないからほんまうざって感じなんだけど、まあまあ聞いて、それをネットに置いて聞いてほしいけど、本当に金髪の時一回もナンパされなかったの、どんな服を着ていても。なんだけどもう黒髪に戻った瞬間に、その黒髪に戻した次の日ぐらいにナンパされて本当にもうってなったから、まあ、そういう意味でもねナンパは、はい、いいんですよね。ナンパいいんですねって言った。そういう意味でも金髪はいいんですよね。ナンパいいって言っちゃった。そういう意味でも金髪はめっちゃ私の中では良かったんですよ。だからまあ未練タラタラでございます。やっぱコメントだけで教えるのは難しいですね。いやでも今教えていただけたんで、後で自分で翻訳とかのやつで検索して発音勉強します。ありがとうございます。あの次こそ日本の今の天気は〇〇ですっていうのが言えるようになっておきます。ありがとうございます。え、すっぴんですか？ゴリゴリのすっぴんです。さっきっていうか1時間以上前ぐらいにお風呂入ったから。どうですか？肌荒れしてね、戻りづらくなったね、26歳。ターンオーバーしにくくなってきた。うん、恐ろしいね、年っていうのは怖いね。はあ、でりりー、じゃあ全部内容知ってるんですね。もち知ってますよ。最終話、最終巻、最終話めっちゃ良かった。っていうかなんかその最終話付近の日向イケメンすぎてかなり好き。仕事戻ります、いってらっしゃい。それは日本人に見られなかったからとか。顔がバリクソ日本人だったよ。ナンパされるってことは素敵ってことだからですよ。金髪だとちょっといかつさが出るかもです。いや、しかもさ、でもその素敵っていうのはさ、なんかこいつだったらワンチャンいけそうだなって思われてる素敵ってことでしょ。それはマジで嫌だな。しかも全然興味ないし。私からするとね、興味ないっていうか、私からすると全然知らん人から声かけられてるってわけだから全然嬉しくもないし、もはや怖いだし。っていう感じでね、なんかそれを全く素敵だとは捉えられないな。そう、金髪だといかつさが出るから、そういう人から一切声かけられなくなってめっちゃ良かったの。金髪って超サイヤ人みたいなものなんですね。死ぬ。金髪そんなみたいな。そんな超、まあでも確かになんか気は強くなれるよね。ちょっとサイヤ人レベルまで強くなれるか分かんないけど、ちょっとなんだろうな、強くなれたような気がするから、まあ精神的にもいいかもですね。勉強中ナンパいいですよね、来ました。もう言い間違いがすごい。あんだけナンパ嫌だって言ってたのに本当に恥ずかしいです、すいません。金髪はナンパ厄除けの
お守りだったのか。まあでも本当にそうだよ、金髪にしたら一切なくなったもん。あー金髪最高最高って感じです。うちの奥さん金髪にしたらナンパされる回数増えた。多分金髪だから増え、あ、田舎だから増えたと思う。田舎だと金髪が人気ということなんでしょうか。いやでもそれは多分奥様が金髪がめっちゃ似合うんですよ。めっちゃ似合ってて素敵だったからなのかもしれない。同じ年体重戻りづらい、わかる。まあそうね、逆にうざい場合の方が多いでしょ。そうだよ、ナンパの人ってさ怖いしめんどくさいよ、ね、ずっとついてこられることとかあったしね。ずっとで10分ぐらいずっと隣でなんか話しかけてるみたいな時あったもん。そういう時はほんまに怖かったもん。いつまでついてくんだろうと思って。でそれをさなんかマジで嫌だったなみたいに言うとさ、なんか自慢だっていう人いるけど、何が自慢やねんってなるからね本当に。まあはいはい、もうそのこと言っても仕方ないですね。にゃーせよ。ハイトーンだとナンパされないっていう有名な話は本当だった。まあ少なくとも私は全然されなかったです。まあされる人もねいると思うから、こう一概にそうではないんだと思うんだけど、まあでもされる私は本当にされなかったのでめっちゃいいなって思った。イオリアさんって自分のオタク以外にも対応がぶっちぎりで良くて即好きになった。そうだよ。たまにさ事務所がなんか開催してる、なんかこう自分のオタクじゃない人もいるようなイベントとかに行くこともたまにあるけど、まあ私を推しているわけではない、イコール別に悪ってわけじゃないからね。その現場に来てくれたって時点でなんか私の旨味に別になっていることじゃなくたって、その現場に来てくれてるっていうことはさありがたいことなんだから、まあそれはね対応よくしますよ。ありがたいですよ。言語はドラマや映画をたくさん見ればできるようになると思います。私もアニメとかゲームしてた日本語少しはできるようになりました。やっぱそうなんだよね。韓国語の本をね読んで勉強したいんだけど、何の本がいいのか分かんないんですよね。おすすめの本ありますかね。男でも金髪でゴリゴリ筋肉だと絡まれないもんね。そう、絡まれにくい、やっぱ絡まれにくいのと絡まれやすいは正直あると思うんで、やっぱ金髪とかでちょっといかつく感じるみたいな感じなのは絡まれにくいんじゃないですかね。ナンパとかそういう変な人とかに絡まれにくいんじゃないかな。やっぱそういう意味でね、よかったよ金髪は。 Today is my birthday. Oh, really? Happy birthday to you. 10分間も知らん男につきまとわれるのは恐怖。え、マジずっといたことあったよ。もうなんかイヤホンしててさ、ノイキャンもしてるから全然、まあ、何を言ってるのかわからないんだけど、何を言ってるのかわからない人がずっと後ろからこうやって覗き込むようにずっとなんか話しかけてくるのよ。マジ怖かったよ。え、誰と思って。でも反応したら負けだと思ったから全然反応しなかったけど、でも目的地に近づいてきてもずっとついてくるから、さすがにちょやめてもらっていいですかって反応すると、でもなんかそれでやっと話してできたみたいな感じでなんか連絡先聞いてきたりとかするから、ほんまにってなったね、うん、はい。その時は親がこの近くに住んでるんで、今から親の家に行くから親呼びますよみたいな感じで言ったら、はい、あのいなくなりました。化粧水とか何使ってますか？ミティアっていうやつを使ってます。あとドゥーエっていうミスト化粧水使ってます。ドゥーエは薬局で売ってるなんか敏感肌とかの人用のなんかすごい優しいやつで、でミティアはあのコンビニで売ってます。ファミマに売ってるあのコスメなんだけど、なんだけどちゃんとコスメキッチンさんから出てるやつだから、なんかオーガニック系で品質もいいし、肌とかちょっと弱めかなみたいな人とかにじゃあおすすめな感じです。
髪色もそうだけど、またショートカットとかヘアスタイルは変えないの。あ、変えると思いますよ。全然ショートとかしたいなーみたいな、昔の写真見てボブとかのやつ出てきたから、なんかしたいなーみたいな思ってるんだけど、だけど今一番実はしたいのが結構ロングやりたくて、今セミロングぐらいなんだよね。いや、ミディアムか、今ミディアムぐらいなんだけど、このぐらいまでのロングにね、もう一回戻したくて。でも実は私そんぐらいまでのロングって全然やってなくて、それこそ2021年とかそんぐらいの時はね、かなり長く伸ばしてたんだけど、それ以降はね、ミディアムとかセミロングぐらいにしか伸ばしたことなくて、それはなんでかっていうと、私身長がね低いんですよ。多分ね、みんな高いと思ってる人が多いと思うんだけど、私151センチぐらいしかなくて、身長がかなり低いから、ロングまで伸ばすとね、なんかね、頭身がねおかしく見えるの。頭がね重く見えちゃって、大きく見えちゃって、なんかね変に見えるんですよ。だからあんまりね伸ばしてないんですよ、なんか全体のバランスを考えて。なんだけど、でもやっぱ長い方がそのヘアアレンジがしやすい。ミディアムぐらいだとね、実はあんまりできなくて結構ね大変なんですよ。で、そういうのを思ったりとかすると、ちょっと最近は伸ばしたいなっていう気持ちがちょっと強くて、しばらくは伸ばすかな。でもまあ飽きたらどうせまたショートとかやり始めると思うからそこは、はい、ちょっと、はい、あれですね、またコロコロ変わるかなって思います。金髪かわいすぎて、金髪いいよ、かわいすぎて、もっといろんな衣装にチェキ買えとか、それな、ちょ指差しちゃった、それな。いやでもね、本当になんか本当にこれはマジで未練なんだけど、私ハロウィンも金髪で本当はやりたかったんですよ。だってさ、ハロウィン衣装で金髪って絶対可愛くない？だからね、それも金髪で本当はやりたかったの。だけど、はい、戻して、まあでも赤髪も超絶ハイパー可愛かったんで、まあまあねって感じなんですけども、まあって感じだったんだけど、でも金髪ハロウィンも見たかったよね。そのうちまとってた男がポケモンのピカチュウだったらよかったね。そう、ピカチュウぐらい可愛かったらね、はい、いいですって感じですけどそんなね、はい、うまくはいかないもんですよね。身長が高いイメージだった。そう、そう、みんな結構ね身長高いって思ってる人がかなり多いんですけど、実際は151センチしかないので、オフ会でツーショットって顔が Y の4分の1の良さに見えました。そんなことないよそんなことないですけど、そんなことはないけど、でもありがたいです、そう言ってもらえるのは。髪染めるのもいいけど、個人的にまたやりたい髪型があって、編み込みのコーンローがしたい。ただ1年は髪を伸ばさないといけないのが辛い。え、辛い。しかもコーンローってあれでしょ、洗えないんだっけ、なんかケアが大変みたいなのを聞いたことがあります。うん、写真で見ると身長わからないな、165ぐらいかと思ってた。でも身長低い人好きです。そう、みんな結構ね私のことを高身長だと思ってる人が多くて、絶対151センチしかないんであ、そう、でも身長低い人好きですっていうことなんで、まあありがたいですね、そういう人に需要があるといいなと思ってますそう、今なんか金髪のね写真を たくさん上げてるから、今あれ金髪じゃねえって思ったかもしれないですけども、だいぶ前に戻してます確かに胸が大きくて体が大きく見えるので160以上には見えますね。やっぱそうなのかな、そうみたいです。年上好きですか、年下好きですか。どちらかといえば上の方が好きなんだと思います。うん、今ビデオ確認してきたんだけど、やっぱり身長高く見える。そうかな、まあまあまあ、でもそう見えるんだったらありがたさはあるけど、だから実際会った時に小さって思って、なんかがっかりさせるのは申し訳ないなって思ってますスタイルが整いすぎてると高身長に見えますよね。あー、褒めてくれてありがとうございます、うん、絶対そんなことないのに本当に褒めてくれてありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。
初インスタライブ来ました、ありがとうございます。ちなみにワイオフ会白目チェキ帰宅時なくなってました、どこかに落としたと思われ、落としちゃったの、そっか、それはわしにはどうすることもできないけど、でもなんか残念だね、もう一回撮ろうね。アンチコメ編のゆうです、ありがとうございます。ミニチュア感魅力が詰まってるよちゃん、ありがとう。僕予算より年下なので、いやいやいや、どちらかといえばですからね。うん、でもどうなんだろうな、正直わかんないんですよね。イベントとかだと10センチくらいのヒール履いたりします。あ、してますしてます。してますよ、持ってます。派手髪いいように需要があるから攻めていこう。事務所の人説得して。もう事務所の人とかクライアントさんがね、どうしてもね、なんか暗髪がいいんだって。 I'm going to Thailand。 ああ、Thailand。 タイも行きたいな。もう金髪にはされないんですか？数年後にまたやるんじゃないですかね。今金髪じゃないんですね、すごい好きでした。やめて、そう言われると戻したくなっちゃうよ。あー、未練が。未練が。年上の大人っぽい感じいいですよね。そうね、180cm なのでイオさんとドキドキする身長差です。180cm でっかいな、こうやってなるよ私、首が痛くなりそうだ。で、中華街の占いにあった9月の運命の人には出会えたんですか？私もなんかたまたま最近自分の YouTube 見返してて、なんか私去年のコンテンツで占い、おととし、ぐらいのコンテンツでなんか占い行ってたんですよ。でその時になんか運命の人に出会いますみたいな来てたんですけど、全然です、全くそういった出会いはありません。はい、このままないと思います。そんな出会いはございませんでした。やはり占いは信用なりませんね。韓国には来ないんですか？今んとこ行く予定は立ててはないけど、でも行きたいなと思ってるんですよね。行きたいとこいっぱいある。こんにちは、週末の撮影会参加するので楽しみにしてます。楽しみありがとうございます。ビジネス案件にイオリを指名して金髪ロングにしてほしいようにできるように頑張る。あ、ぜひお願いいたします。ヨウちゃんが黒髪でアッシュ入れてんのも見てみたいかも。おお、マジか。いや、なんかそういうヘアチェンジもね、楽しくしたいよね。昨年の占いの結果で昨年は生誕祭が、続感した説ある。僕が運命の人だ。ウケる。そう、まあ占いはね、まあ話半分ぐらいだよね。なんかまあめっちゃ信じる人ももちろんいていいんだけど、まあ私はそこまで完全には信じてないかな。しかも忘れてるしね。でも今年入って占いとか行ってないから1回ぐらいは行ってみたいかも。あ、ユウさん笑った時の口元エクボか後期で魔性すぎて唯一無二で毎回やられてます。エクボ、あー、エクボっていうかシワでは、ここにね、これね。でもね、私ね、もっとニカーって笑うと、ここにエクボがあります。生誕祭昨年はマジ速乾だった。いや、マジね、速乾すぎて
なんか今年は逆にみんなが行けるようにバーベキューイベント作ろうって思ったんですけど、でも写真集とかいろいろ重なりすぎていらん世話やったって感じだったんで、来年はもう少し、そうですね、あの規模縮小して生誕祭やろうかなと思ってます。あとちょっと時期早めに1ヶ月後とかだとさ、まあちょっとあれかなと思ってなあ、はあ、眠いね。でも天気良くていい午後だな、暑そうだけどちなみにね、私最近ねカナダグースを買いまして、カナダグースってわかります？なんかめっちゃあったかい高級ブランドの上着買ったんですよ。はいなので普段っていうか、私冬めっちゃ嫌いなんで、冬が来ることを楽しみにしたことなんてないんですよ。でもそのねカナダグースはもうめっちゃあったかいらしいんですよ。高いからこそめっちゃあったかいらしくて、だからそれを本当にあったかいのかっていうのが気になりすぎて、早く冬が来てほしいっていう気持ちがある初めて思いましたよ、冬が早く来てほしいなんて。でもめっちゃ高すぎて白目向きそうだったんで、さすがにボーナス払いにしました。そんな一括で買えないわっていう感じでした会社の同僚で占いできる人、先生術師にはいきなりあなたには愛情が足りてませんねって言われまして、ウケるちなみに私は先生術師の方ではなく三名学っていうやつをやっている方に見てもらったんですけど、私はですね、あなた向上心ないねって言われました。あと向上心もないし、向上心もないって言われたし、あとなぜかあなためっちゃ運動神経いいよねって言われたんですけど、んそうでもないってなりましたそうでもないって感じだったんですけど、まあでもね他のところは当てはまるところもあったりとかしたので、はい、まあ全部が全部その外れてるとかじゃないと思うけど、まあなんかそういう感じのことを私は言われました。ダウンジャケット、そうカナダグースまだ登場してないだろうけど、着てるイオちゃんの写真楽しみにしてます。冬になったらたくさん着ようと思ってます。なんかね去年のモデルのやつだったらしくて、それをなんかシークレットセールしてますみたいに言われて、あ落としちゃった。でもなんかそのシークレットセールがめっちゃ安くて、なんかめっちゃ安くなってて、なんだっけな、何パーセントオフだ、 20% オフか、 20% オフになってますって言われて、カナダグースをさ 20% オフで買える機会なんて、まあ私はね、私は知らなかったから、えめっちゃすごいじゃんと思って、でしかもなんかカードで貯まるポイントとかも使えますって言われて、もうそれからもう買うしかないじゃんと思って、はい、めちゃくちゃ買っちゃいました。もう今年それ以外のアウターは買わないって、買わないって思って、はい買いました。はいはい初めまして。高級ダウンいかなる力を発揮してくれるのかすごく楽しみにしてます。ハイブランドが素手に合う稀有なグラドルさんだと思うとりません。ハイブランド全然着てないよ全然着てないし全然買わないんだけど、だけどカナダグースは毎年、私ほんと寒い寒いうるさい女だから、そんなに寒い寒い言ってるんだったら高級ダウンを買えよってずっとでも思ってたんですよ。だから今年はそのめちゃくちゃあったかい、もうなんか布団着てるレベルであったかいらしいから、それを着て中を薄着で出かけられるようなものに期待してます。めちゃくちゃ今私の期待がめっちゃのしかかってますふーん、今年一番高い買い物は、え、だからそのダウンかも。そのダウンが一番高い買い物かも。そんなに高い買い物してないもん。うん、してないよ。してないです。最近電子レンジ壊れたから買ったけど、それもお父さんと折半で買ったし。え、でもそのダウンジャケットが一番高い。あー、やだ、怖いわ。半分以下の値段ですけど、ノースフェイスのバルトロも日本では十分なスペックです。あ、そうなんだ。え、そういうのも買えばよかったな。イオちゃん温めるハイブランドのイオちゃんの運命の人になりたいです。全然ハイブランドじゃないです私
ハイブランド怖くて買えない派です。こんにちは。カナダグースの下はもちろん水着ですよね。どんなやねそんなことにカナダグースを使ってはいけません。やちゃんの VR のビデオ好きです。ありがとうございます。見てくれてありがとう。撮影会でダウンジャケット着てから水着になる展開だな。みんなの前でそれをやるかわかんないけど、控室とかではもはやなんか着てる気がする。ハイブランド衣装撮影会需要ないかな。私が買わなきゃいけないでしょ。めっちゃお金かかるじゃん。ハイブランドの服全然買ったことないよ私。ないね。だってさ、まあお忘れかもしれませんが、私は低身長ザ日本人体型なので、ハイブランドの服がそもそもそんな似合わないんですよねそもそも似合わないし、そうだね、あと高いし買わないかな。だって私一昨年ぐらいにもらった、それ服じゃないけどルイ・ヴィトンのあのブレスレットをいただいたんですよ。驚くことなかれ、未だに一度もつけてない。つけろよって感じだよね。いただいたものなんだから、せっかくだからつけろよって感じなのに、もはやですね、つけていません。それぐらいハイブランドを身につけることにドキドキしています。寒さに強い僕は毎年友達に上着を貸す役ですね。素晴らしい。さすがです。結局着崩しでカルバンクラインに着とかまあダウンからのダウンの下水着っていうのは確かに可愛いですよね。それはなんか確かにやってみたい。なんか去年どなたのグラビアか忘れちゃったんですけど、私人のグラビア見るの好きなんで結構見てるんですよ。その絵でどなただったかな、柳葉コロンさんだったかなっていう、まあ、グラドルさんというかコスプレイヤーの人かな、がなんかね、白いダウンジャケットになんか白い帽子着て白い水着をねなんか着てるなんかグラビアを開けてたんです。それがめっちゃ可愛くて、私もえ真似したいと思ったんで、今年白いダウンジャケット、あの全然安いやつでいいから安いやつを買おうかなと思ってます。めっちゃ可愛かったんですよ、なんか全身白でいいなと思ったんで、今年それを買おうかなと思ってますはぁ、あいや、ご自身だけハイブランドが似合うことに気づけてないだけで、いや本当に似合わないんだって、本当に似合わないの。まあその丈感を直したりとかいろいろ直せば着れるのかもしれないけど、そう買ったままではやっぱさすがに着れないですよね。でもちょっと前に見に行ったなんか時にロエベの冬服めっちゃ可愛かったんですよ。あとロエベのなんか最近夏でなんかね、水色のなんかお花柄のワンピース、シャツかなんか中華風みたいなねワンピースがあったんですよ。それめっちゃ可愛かったな。買いたかったけどさすがに高くてやめたしかもこれどこに着てくのと思って、あなんか別に普段使いできないようなデザインでは別になかったんだけど、でもなんかさ、こんなロエベのハイブランドの服私どこに着んのと思って、あんた着てくとこないですよって思って買わなかった。でも若干後悔してるあれ本日お食事はされました。お昼はねまだ食べてない。お昼はシーフードカレーを食べようかなって思いますチャイナピース絶対可愛い。絶対可愛いよね。チャイナ風だったっけな。でもなんかねすっごい可愛いのあったんですよ。でお姉ちゃんと一緒にアウトレット行った時のやつだったんだけど、お姉ちゃんにもこれ絶対お前似合うよって言われたんだけどやっぱさ高い服ってさ、そうシチュエーション悩むじゃん。いつ着るんだろうな。うん可愛いんだけどいつ着るんかなって思ってね、はい諦めました。まあさあ、まあ、まあ、そのイベントとかでね着たりとかするのがいいのかもしれないけど、でも私大体自分のイベント水着で出てるからさ、服で出ないんだよね。服で出ないからイベントとかにも使わないし、ってなるとね、着るところがない
センスのお姉さまの お墨付きであれば買いでは、いやそれは思ったんですよ。お姉ちゃんのセンスはもう絶対に間違いなくて本当にセンスいいから、お姉ちゃんがこれいいんじゃないって思ったもん言ったやつは大体間違ってないですよ。だからそれも間違ってないんだなって思ったんだけど、でもシチュエーションがないから、え、でもなんか今更気になってきちゃった。ちょっと後で検索しようかなちょっと後で検索してみますゆーちゃんの私服姿が一番ドキドキします。お、本当ですか。まあでもこれどっかの動画でも言ったことあるけど、私普段服着ない職業してるけど、まあでも服は好きなんですよ普通に。だからなんかまあ服好きって言ってもらえるのは嬉しいですよね。結構自分に似合うさものとかを選んで着てるんで。コミケなので新しい私服見れるの楽しみちなみにですけど、コミケで着てる私のなんかちょっとエッチな服あるです、あるじゃないですか。あれは賞味私服じゃないですよ。あれはもうイベント用のなんか営業私服ですあんなおっぱいパーンって出てるやつ着るわけないじゃないですか普段から。まあだからあれは、はい、仕事私服ですはい服着ない職業っていうとなんか、そうですね、一応服ではないんですけれども一応布は身につけておりますあれわけないから、本当の私服は全然おっぱいとかも主張されてないし、されてるやつも着ることあるけど、でもそれはおっぱいを主張するためにその服を選んでるというよりも、その服を着たらおっぱいが主張されてしまったって感じなので、自ら進んでおっぱいを主張するような服を着るときは仕事の時以外ないですねある意味作業服、そういうことですフォローしたら姉氏になぜかインスタストーリー制限されちゃった。僕同じクリエイターなのに。あ、私のお姉ちゃんのインスタって別に隠してなくて、お姉ちゃんのことをフォローしたりとかそういうのは勝手なんですけど、てか自由なんですけど、でもそれはさ、なんかお姉ちゃんと私って別個の人間なわけで、私からしたら別に気にならないことでも、お姉ちゃんからするとそういう例えばコメントは嫌だなって思ったりすることとか、そういう反応は嫌だなってこととかあるじゃないですか。だからなんか私が許容している範囲のことをお姉ちゃんも許容しているとはそれは思わないでほしいです。お姉ちゃんがダメだったっていうことがあったからそういうことがあるわけで、でもそれは私と同じ職業してるわけじゃないから、お姉ちゃんって別に表に出る職業してるわけでもないから、お姉ちゃんには許容できない範囲があって、私には許容できる範囲があって、でもそういうのって違うもんだから、もしこうお姉ちゃんに例えばコメントをしてなんか返事が返ってこなかっただとか、まあ、ちょっと制限されてしまったみたいなことがあっても、それをこう私にわざわざ言ったりとか、なんかそのお姉ちゃんに対して謎のヘイトを貯めたりとかするのはやめてくださいね。だってお姉ちゃん別にそんな仕事じゃないんだから、反応するもしないも制限しないもするもそれはお姉ちゃんが決めてることで、私とは別個の人間だから、だからそこはフォローするもしないも見るも見ないも自由なんだけど、私と同じレベルを求めたりとかそういうのはしないでください。仕方ないんですだって私とは違う人間だから、表に出る職業してるわけでもないし、ってことでお姉ちゃんに求めすぎないでください。わかりましたね。あとお姉ちゃんにセカハラ系のコメントをしたりとかそういうのは絶対にやめてください。それをしたって嫌だって姉から報告を受けた時点で、私もあなたのそういうことをやる人のことはブロックしたりとかするんで OK ですねホームやねファンのために布少なめなやつ着て体を張って頑張る予算偉い偉いちなコメントはしてない。まあでもなんかあったんじゃない、そしたら。まあでもそれもさ、まあ正直理由は分かんないけど、私のような職業ではないので追求するようなことではないので、まあ合わなかったんだなぐらいに思ってください。はいようちゃんがいろんな職業の服を着た写真集欲しいかも。景観白衣、工事現場の作業服、魅力しかないかも。あ、そういうのもいいですね。なんか近々いつも撮ってくださるカメラマンの方と次どういう作品撮るっていうミーティングする予定なので、その時にじゃあ言ってみますい
今すごい頭良さそうだった。頭がいいというよりも普通のことですからねお姉さんいるの初めて知った。そう、お姉ちゃんいるんですよ。お姉ちゃんいてインスタもやってて、たまにねストーリー登場したりとか YouTube にも登場してるんで、そういるんすよ。正論だ。そうそうなんですよね。まず誰にでもセクハラ発言しちゃダメやろ。もうそれはそう、大前提そうなんだけど、ただ私は自分でも思ってるけど、こういう職業してる時点でもうなくならないっていうのはもう覚悟してる。そういうのを言われがちな職業だっていうのはもう理解してる。いやだからやめろとかも言わない。やめろ言わないというか、まあ、どうせやめないじゃん。だから別にやめろとかそういうのは思ったりしないけど、でも別にやめないんだったら私もキモいなって思ったことにはキモいなって言うし、まあっていう感じのスタンスなのね。まあ誰にでもセクハラ発言しちゃダメっていうのは大前提だけど、そういうのがわからない人もいるから、まあちょっと噛み砕いて説明したって感じです休みの日は何してますか？だいたい寝てゲームしてるかな今メイクされてますか？してないです。求めてはない、コメントしてない、見てただけ、ハートマークしてた、ごめんなさい。いやいや、今そういうコメントがあったから、なんかあなたにだけ言ってるみたいな感じになってるけど、別にあなたにだけ言ってるわけじゃなくて、今後お姉ちゃんのアカウントとかを見たりとかした時に、もしそういうことがあってもなんか、まあ、残念に思わないでくれと、てかなんかそんな深く思ったりとか傷ついたりしないでくれって言ってるだけで、うん、あなただけに言ってることじゃないからこれオフ会帰りでは伊代さんにバックにぶち込まれたか。建築雑誌の飛びグラビアが思いがけずクオリティ高くてよかったです。そうなんですよ、めっちゃクオリティ高くて、ソワさん業さんとねやらせていただいたんだけど、もう本当は告知したいんだけどさ、なんかオフ会っていうか生誕祭では言ったんだけど、なんか告知をねなんかしていいもんなのかどうなのかっていうのが、ね、全然わからなすぎてできないんだよね。でもね本当クオリティはいいのでもったいないなとちょっと思っていますイオさんの好きなファッションの写真集もいいですね、雑誌みたいな感じで。そういうのもね、なんかそういうのをメインにしてもさ売れないさそうだからメインには作んないけど、でもサブでねそういうのがあってもいいかなって思います。そう思うとこの世にはねいろんなこうねジャンルのものがあっていいですよね最近新しいゲーム買ったなんだっけ、夏モンってやつ買いました。僕の夏休みがやりたくて、でも今もう作ってないからしょんぼりってなってたんだけど、夏モンっていうゲームはなんか僕の夏休みを作った人がなんか作ってるやつらしくて、めちゃくちゃまだやってないんだけど楽しみです。化粧しないと可愛くないってことは、化粧するとめっちゃ可愛いってこと？ありがとう、化粧に可能性を見出せる素晴らしい女ってことですね。まあでも土台がいいから化粧すると可愛いってことですもんね。ありがとうございます昔の建築グラビアのイオちゃん、この間バズってたよ、表紙のギャップで。え、そうなの、知らんかったグラビア撮ってるからってなんでセクハラしたら変な言葉言って話したりするんだろう。人として恥ずかしくないのかな。恥ずかしくないんじゃない、匿名だから言ってる自分を認識されてないと思ってるか、匿名だからなんか何言ってもやっぱいいって思ってるんでしょうね。でもこういうさ、なんか化粧しないと可愛くないって言ったりとかもさ、まあこれも匿名だから言うわけじゃん。だって面と向かって言うって感じするじゃん。化粧してないと可愛くないねみたいな、あ、まあ言う人もいるんだろうけどでも基本はさ言わないようなこともやっぱ匿名だから言えちゃうわけだし、まあストレスとかあるんじゃないですかね日々、まあって思ってるから大体無視してるけど、でもまあ私もね何回も言うように人間なんで、サンドバッグとして生きるつもりはないので、ちょこちょこ言い返したりとかすることはあります。まあでも嫌なことでもあったんだよ多分、人生うまくいってなくて嫌なことあったから、とにかくなんか言いたくてそういうの言っちゃうんでしょうね。それからコメントとかも
そういう職業やってるからしょうがないじゃんっていうなんか謎の言い訳かまして言いたいこと言ってるんですよ。まあでもいいんじゃないですか。私も大体無視するし、嫌なことにはたまに牙むくし、それで私は満足してます。ゲーム社遊びに行く予定なさそう。いや行きたい、本当は行きたいんだけど、その時めっちゃ予定入ってんだよね。夏もいいですね。イタドリ並みの身体能力の子供で冒険。え、そうなの？マジか。え、超楽しみ。仕事頑張ってきます。いってらっしゃい。ハートタップたくさん押した。ありがとうございます。下地が可愛いのにメイクしてさらに可愛くなったら僕らの心臓が持ちません。つまりそういうことみたいだよ。僕はようちゃんのおかげで社会復帰できました。え、そんな大層なことをしているつもりはないが。ないけど、そう言ってもらえるとよかったなって思えるのでありがとうございます。あと数回で呪術回戦終わっちゃいますね。ねえ、でも長かったな。わあ、なんかいっぱいあげばしコメントありがとうございます。うん、やちゃん化粧しなくても可愛い、ありがとう。人を社会復帰までさせちゃうよさま。いや、そんなことしてないと思うんですけどね。はい、もう溶接しない、しないんじゃないかな。ヨウさんのインスタライブのおかげで作業をはかどってます。おー、よかった。作業してんの偉すぎ。ヨウちゃんのでかいおっぱい見て、自分も頑張ろうと思って再就職できて、おっぱいの力すげえな。よかったです、おめでとうございます。すっぴんかわいいですね、ありがとう。つけない人がイオリさんにめっちゃ似ててグラビアを見ると不思議な気分になります。なんとも言えねえな。化粧してこれ以上美しくなったら目が見えなくなっちゃいます。マジでおもろいねん。あったらそんなこと言えないですよ。信じられんぐらい可愛く話すと楽しいので、ありがとう。僕はヨウさんの性格に惚れてしまいました。結婚してください。結婚は無理だけどよかったぜ。おっぱいはジャスティスですね。ほらほんまにな。まあだからさ、私も別にクソ下ネタ系に一切のあの抵抗感がないっていう、なんか抵抗感ないってわけじゃないから、別にちょっとはさいいんだけどさ、まあね、ちょっと度過ぎてるやつとか普通にキモいなって感じるだけで、まあ、多少は全然大丈夫です。まあそんな今夜だけど、私はちょっと宿題チェキやったりしなきゃいけないので、配信をそろそろ切ようかなと思います。宿題チェキとかねやり始めると私喋れなくなっちゃうんで。マルチタスク苦手なんでね。だからそろそろ、はい、ちょっと終わろうかなと思ってます。ライブ見てると性格好きになる。本当になんかね、可愛げのある性格ではないんですけど、そう言ってもらえると嬉しいです。さらっとおっぱいっていうのかっこいい。どうかっこいいの？別にかっこよくはないと思うけど、まあでも感じ方は人それぞれだからな。ほい、ということで終わろっかな。よちゃんのスキンケアとか美容系の動画も見たいです。お、じゃあまた作ります。 OK です。コメントが凝ってるからあれは黙っちゃうね。そうなの、みんなめっちゃいいコメントしてくるから読むと黙っちゃう。宿敵楽しみにしてます。お、ありがとうございます。お、今しっかり作ってるので楽しみにしててください。めっちゃ可愛いよ。姉さんの似顔絵スケッチしたのがまずかったかな、ごめんなさい。あー、それがまずかったんじゃない？てか普通に知らない人から似顔絵を急に、あ、まあでもどうなんだ、見せたのか知らないけど、でもなんかあなたを描きましたって全然知らん人から見せられたらちょっと怖くね。それがダメだったんじゃない？まあでもしょうがないです。あ、姉的に嫌だったことに触れてしまったっていうだけなんで、でもそれは仕方ないです。あー、もう
仕方ないと思ってください。まあ別に姉的には制限すれば別になんか大丈夫ですってぐらいのことあったんで、多分全然気にしてないと思います。その行動が嫌だったのかもしれないけど、まあ多分それだけなんで、はい。最後にスクショタイムください。すっぴんだから嫌です。酔っ払い配信してください。今度しましょうか。サランヘヨーコンサメイダーナードサランヘヨー。宿題チェキ頑張ってください。頑張ります。よし、じゃあ宿題チェキ頑張ってくるので楽しみに待っててくださいね。注文してくれた方。よし、じゃあね。金髪似合ってました。ありがとう。お帰りの後ちゃんと帰れましたか？帰りました。ちょっと吐きそうだったけど。はい、ということでありがとうございました。バイバーイ。バイバーイしてね。グッドラック、ありがとう。みんなももうお昼休憩終わってるかもしれないけど、これから午後のお仕事とか学校とか頑張ってくださいね。一緒に頑張りましょう。またね。バイバーイ。アンニョン。ありがとう。あ、たくさんコメントしてくれてありがとうね。じゃあね。またねー。